さあ、ということで明日の曜日メンバーを発表します。明日は坂口たまみちゃんです。坂口たまみちゃん、たまちゃんが明日の曜日登場してくれますよ。宿題を書きたいと思います。たまたまみそ、私たまちゃんのことたまみそって呼んでるんです。おたまっていうのもかわいい。たまみそ、たまみそえ、なんだろうな。私も歌ったからたまみそにもぜひ歌ってもらいたいと思いますので、あれとかどうですか。口ほどにもないキスの最初のたまちゃんのソロあるじゃないですか。そこ歌ってもらうとか皆さんどうですか。皆さんがいいって言ったらそれにしようと思います。たまみそ、たまみそって呼んでる方いらっしゃらないかな。あ、いいねいいねいいね、いいよいいね。これまでマナハラを受けた人はどれくらいいらっしゃいますか。これあれ、真夏さんハラスメント、マナハラ受けた人いっぱいいますよね、きっと。あ、いいよ、よし、じゃあそれにしよう。口ほどにもないキスのソロパート、歌ってほしいな。あやねより、いい感じじゃないですか。あ、10人以上マナハラ受けてるんですか。真夏さんを訴えられるべきでしょ訴えられちゃうでしょ。でこちらです、たまみそえ、口ほどにもないキスのソロパート歌ってほしいな、あやねより。欲しいな、なので、これ強要してないですからね。宿題とはいえあれダメですからね。真夏さん見習ってほしい、私のこと歌ってくださいとか言っちゃダメですからね、本当に昨今怖いですから歌ってほしいな、なので、たまみちゃん別に歌わなくても大丈夫ですからね歌いたいなと思ったらぜひ歌ってくださいあやはらじゃない、あやはらじゃないからやめて。あ、こちら、よし、じゃあそろそろ宿題に行きたいと思います。イエーイ。はい、じゃじゃじゃん。前回の宿題、あやねさんからたまみそへ口ほどにもないキスのソロパート歌ってほしいな。いやー、あやねさんびっくり。でも強制じゃないから、あやはらじゃないですって言ってたよねでもやんなきゃだよね。うわ、いつもさ宿題最初の方だから人がさあんまりいない時にできるのに、あ、人が増えているから危ない。やば、急いでやっちゃおう。何なんだっけ、ソロパートでねねえ一瞬でいいから目を閉じてなんて。はい、どう聞こえたの危ねえ、もういいや、終わり。はい、歌いました短いでしょ。そう、ここだけや、ここだけじゃないけど、でもまあ一個でいいよね青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。